半前は先生です、昨日からね通してたのがここから通してねこれ下がったんですよね。で下がったんだけどここに決算しようと思ったんですけどちょっと伸ばしました。それでねストップをこのようにね伸ばして、これストップをねマイナス 0.01円までもしこれ上がっちゃったらまあほぼ0円ですね。儲けなしで決算しちゃうとねこの辺上がっちゃったらね下落っこったらねね決算ここで決算しようかなということですね。でこちらの EA の決算場所はね10万円ということになってるんでもしまたここら辺まで来たら伸ばすかもしれないですね。ここら辺まで来たらね。でこのままずっと落ちるってことはあるんですね。これあるけどこれがねこのようにズドーンと落ちることがあるんでそしたらもうねこれもうあれでしょ損がない状態なんですよ絶対にね。損切りがマイナス 0.014 だからほぼ0円ね。損切りもし上がっちゃったら損もないとだいぶここから離れたんで勝負ですね。だからこの下にねかなり落ちれば儲かるわけですねというふうな方法にしました。だからこういう取引してこう離れちゃって上に上がらないようになってきた時にね損切りをこれ0円にしちゃうんですよね。マイナス 0.001円だからほぼ0円ね。0円で計算するように EA でね、でこちらのねストップとリミットをね聞かないんですよ。逆打ちができないのリミットがね。で EA で対処したんだけどこれがもう精一杯なのね。このストップリミットの設定だとね、必ず損しちゃうんでね、ストップでやってもね前に入れられないんだね。これねこの普通のやり方だとね入れられるんだけど普通はねこれだとできないんです。だからこちらの EA でねこちらの EA で持って資金の調整10万円までいったら利益食いマイナス 0.01 円になったら損切りの 0.01 円損するけどまあ0円ですね、で全部決算しちゃうと自動的にね。今662円で少ないですよね。一応ここまでです入り江が当たったんだけどまだもうちょっといかなくていけなかったんでここのとこ決算ですね取れなかったんでね3時か4時頃に来たんですけどねぶつかったんだけどもうちょっといかないといけないんだよこれね。だからまあここで儲けてってここにぶつかってるのをこっちの家で決算させるべきだったかなということがありますよね。ここ損切りでねストップリミットでストップが入ったんだけど、ね、ちょうどその上だけでもうちょっとずれないとダメなんだよね。スプレッド差というかねこれがねストップとリミットのね悪いところなんでね必ずね余分に出ないと絶対ストップとかリミット入んないんですよ。これは非常に悪いんで EA でやるしかないですね。EA の分析だとちゃんとやりますからね。だから下はもうほぼ無限大に見たよと上に行ったら0円でね儲けるのやめちゃおうとね、ということで買いました。それでちょっと8時間ぐらい録画してありますからこの前ね状況わかるかと思います。で今現在はまあ朝8時になっちゃってですね。でバイナリーオプションは勝ち越してますね1個ね。バイナリーオプションの方は1個勝ち越してます。左側のこうしてるこれはこっちは FX のライブですけどね左側はデモですねまだね勝ってます調整中でねまだちょっと
まあお手本ですね、ダイオード損ですね、これよく覚えてくださいね。こうやって落ちたからね、したらもうこれ損しないようにここでね0円で決算するようにしちゃうのね。これもし跳ね上がってもね、売るでやって下でね、この線でちょっと長く伸ばしちゃうですね、利益を稼ぐのね。これこの当たり全部当たってるでしょ、これね。こうね。だからね、行くんじゃないかなと、下にここまで落ちる可能性があるんじゃないかなというふうに考えたんですよ。で、万が一上に上がっちゃったら0円だから、ね、損もないわけですよ。決算されちゃうようにしたんですね。だからそういう時にたくさん稼ぐようにするね。しばらくの間は短くしとくの、ここら辺ぐらいに決算しておくんですよ。さっきこんぐらいでちょっと長すぎたかなっていう感じで、ここら辺で決算するようにしとけばいいわけですよね。短い。まあ、ちょっとまた、妨害者の、殺人者の妨害者の、テレパシー聞いてて、殺すぞと言ってきてますから、ちょっと待って、ね、説明ができないですね。核爆弾、ね、撃ち落とすよということで、刃物でね、殺す、真似してきてるから、両方ですね。だから、抑えきれないから、核爆弾をメインにして、それで、抑えて、攻めてきて、それで、刃物で殺すよと、今のとおりですね、父殺害した。おとといに警察のまた、にもちょっとまたお願いしたんだけど、担当者はいるんですよ。ね、ただ、人間全部私の敵だからね、敵というか、下の生物だから、全部対抗して無視するんですよ。生物が違うからね、私の場合と。人間じゃないから、私はね。まあ、そんなこと、法律が違うでしょ。自分たちの仲間をね捕まえて死刑にするというのができないわけですよ。私がに関係して、だから今回は関係してないからね、父の殺害は仲間割れてね、生前贈与でね、私の方も前から言ってまして、遺産全部私に出すよということでちっちゃい時から言われてて、それでいざ私がもらおうとして、生前贈与も、妹、姉には、にも渡さないですね。ちゃんと、毎年、生前贈与で、僕だけね、もらってたんで、遺産をね、それを服というか、前からみんなにも言ってるからね、財産は長男だけにあげるということになってましたから、父が決めてね。まあ、それで、最後、とんでもないっていうことで殺しちゃったので、ね、2回目の母がね、父を毒殺でね、僕もやられたんだけどね、前にね。で、死ぬ、倒れる前に緊急電話をもらってね、再度遺産相続をこっちに渡すということでね、話したんです。やられたらね、ただ死んじゃったんですね、その最後に。倒れて1ヶ月ダメ、今2回目の歯合わせてます。だから姉も妹も犯人だし、父の妹2人も犯人だし、2回目の母の兄弟も犯人ですから、それは全部死刑ですね。グルです。妹も姉も死刑ですね。で、逃げ切るから、身の代金ということでね、私、仲間が多いし、隠れやってますからね、2回目の母の父もね、もう殺しちゃってるんですよ、責任でね、私に毒を、やっちゃって、バレたということでね、責任取ったんですね、自然に死んじゃったのね、2人ともね。2回目の母の
父と母ね、隠れをやってた、その見た目の母 のお父さんですね、防衛庁の技術研究所の所長やってましたから、隠れをやってたんですね。私の方の本家のおじいさんも隠れをやってましたから、隠れをやってから村長やってね、その前ですね、もっと大きい、ね、仕事やってましたから、まあそんなことで、まあちょっと抑えられたかな、抑えられてない、全くダメですね、絶対やめないから、こう今も続けてますよ、ずっとやめないですよ、殺しをすることは、ずっとそれしかやってない、生まれてからそんなもんですね、本家の潰しで裏切ってね生きてますから、父もそうだったんだけどね、裏切っちゃって、ね、いたんですけども、ね、仲間割れで殺されたわけですよね、あんま外日っていう、NHK の紅白歌合戦で25年間音楽の、担当してたということで、おじは小松の取締役やってました、総務部長取締役、東大卒業してやってましたしね、まあ会議はなるべくしないようにしてたんですね、それじゃあちょっと待って、こんなことで設定しましたけど、上がったらゼロね、利益で下落っこちるまで見ようとね、下がったらまあいいもんだという、そういう切り替わりですね、上行ったらもうゼロ円で決算しちゃうよと、損しないでね、もうこれだけ利益と取ってんだからね、それで下がったらね、いいんじゃないかなという、まあ上がる可能性の方が多いということも儲けなしですね。また聞いてる、その前科とかねがあったり、殺人してる、共犯じゃないよ、本当の殺人犯ですね、妹も姉もね、あと父の兄弟もね、共犯じゃないですよ、同じ全く 100% グループですよ、それ注意してください、ね、逮捕できないの、僕の力で逮捕できないのは仲間が多いために、私が身代金じゃないけど逮捕したら殺されるからね、で人間全部味方じゃないからね、普通の生物だからっていうんじゃないの、私の方のそれだけだったら全部対応できる力を持ってるね、ただそれに対しての処罰が与えられるから、それでね捕まえるんでしょうね、ここに警察も逆に僕のを偽装してね逮捕しようとしてますから、人間にね、で福島原発の私を殺すためにつけた、わざとつけた政府とか世界政府がね、また本物の貴族なんで殺すために、起こして事件なんですよ、福島原発ね、東海村のも3ヶ月前に警察本部に通報したんですね、テレパシーっていうか超能力でね分かったんで、で福島原発も分かったんですね、で僕はもう4ヶ月前に敵じゃなくて単管で取り寄せて家の補給をしたんですね、やられるなという、まあ地震はちょっと違うけど、それと合わせてわざと事故に見せて、また東京も総理大臣を含めるのがまた命令してね、で特攻隊中の働いてる人は全部死んでもらう覚悟で全部職務ついたんですね、福島で全員死んだんですよ、誰も一人も生きてません、100人以上いるでしょ、そこに来た時に一人も生きてない、全員全滅ですよ、働いた人、まあそういうことで
そういうことも言ってないですよ。公開してないですよ。で、まあこういうふうにしてやる方法ですね。こう引き離したらこうやってまた邪魔してるんですね。殺すぞって話すと、妹がね、います。頭だけで動いて、人間バカだから700年後とかね、頭しか分かんないので動くだけですけどね。全く人間はパークリンですから。テレパシーでカーミングして学校を卒業しますからね。わかんないで、覚えるだけですから。全員人間はね。ちょっと待って、これはこういうことですね。で、これはね、だいたい、アクセスがね、YouTuber で2億円ぐらい僕は稼げなければ覚えられないことだからね。流してて全然アクセスないでしょ。だから覚えられないですね。覚えられるんだったらこういう投資方法を先日覚えには1億円とか2億円ぐらいアクセス年間ね。出れば見てるから、ね、頭だけでテレパシーだけでズルしてね、儲けさせないようにということでやってるわけですけど。だと覚えられないからね。だからここに記載してるというのは非常に大きいんだよね。で、この記載稼ぐ方法を見ると1億人とか年間ね、2億人アクセス報酬が広告料金が入りますから、じゃあ稼げるようになったというような場合でも私が損しないわけですね。年間1億とか2億入りますから。で、そのアクセスがなければ勉強されてないから、頭だけでは、真似だけはするけどね。わかんないでは動くわけですね、私は。盗むために、頭だけ、テレパシーだけで、団体で、登場するわけですね。一人だけだと読みませんから、人の頭は、ね。団体で何億、何百人、何百億人の人がまとめて、分析するわけです。人の頭を。それで登場してだけども、伝達しても、700年後に分かるとか分かんないから、では、投資はお金即壊すんで危険でできないんですよ。誰もできませんから、それだけはね。ちゃんとまともに本とか、ビデオをね、ちゃんと見て勉強しない限り、ね、本とか勉強しない限り、稼ぐことできませんから。間に負けたりしますから。もういい加減なね、覚え方で。だからそういうことでね、非常に私がここで発表を教えてても、覚えられて本当に投資して稼げるようになるには、やっぱり1億人は年間 YouTuber でアクセスして、私、ただだからね、みんなね、広告料だからね。で、だけども、広告料は僕は入るから、1億円とか、ね、2億円ぐらい入れば周りが投資の仕方を覚えられるだろうと、その見てる人はね、勉強してる人はね、ということなんですね。だから、ここに公開してても見る人なければ覚えられないからね、損がないということね。ちょびっと見てだと分かりませんから、団体でこう見ないと勉強しなければね。で、たくさん情報をこれただじゃないけどお金になりますからね。周りが本当に覚えられるようにこのビデオを見るんだったらね、ということですね。うまくやってますね。それじゃあどうも、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり1億円近く投資しておりました半馬陽先生です。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半馬陽先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。これね、日本の法律でね、人の元資金を何億円も投資してたりとかはダメですよという法律になったんで、なくなったんですね。ズルトレーダーの方は廃止になっちゃった。
そういうことですね。私の方の妨害、妨害なの、車体制御ね。あと、日本の FX のレバレッジも、25レバレッジに落として、投資金が落とされたのは、これも私が稼げるという時を妨害したんだけど、関係ないんだよね。外国とかに別荘とか持てるんで、私の場合ね。外国で投資したり仕事できますよ。だからレバレッジが無制限なんですよ。国内だけじゃないからね。また肩とかね、刺そうっていうのね、首とかね。徹底してる。24時間それやってますね。それじゃあどうも危ないんで、うん、また、福島は危ないですけどね。福島原発の方が全然 大きいことなら危ないことなんだけどね。一緒にね、核爆弾を落とすぞということを脅して、ナイフ、刃物で殺すというね、いうふうなことを、24時間手がけて攻めてきてますね。殺人の妹の、ね。で、また交代で姉もや、来ますけど。人間全員で来るから、力借りてやってますから、一人しかつけられないって、ね、全力できますよ。二つだと、人間全員の勢力が半分ずつになると、力が弱くなるわけですよ。ね。だから、私に対抗の勢力ってのは、核爆弾に対しての対抗ですから、人間全員軍事の力と上の生物の、あと私の一人だけの力ですね。で、私の場合、人間よりか、頭のいい、ロボットを作っちゃってますから、人工知能を作っちゃってます。だから、それ一人でかかってるんですよ、人間。人間にはね。人間より頭いいんでね。仮想的にも存在してるわけですけどね。まあ、そんなことで。どうもありがとうございました。